ちあるところ正義の雄たけびあり。百獣戦隊ゴーレンジャー、ナンパさせてやる。消えゆかんとする邪悪に再び巨大なる力を、うん、はっ、鬼マーチクラスト、ナンパさせてやる。なに、いくぞ。百獣召喚誕生、ガオキング、Yeah!
こうなったらオルグシーレン、消えゆかんとする邪悪に再び巨大なる力を、はっ、鬼マーチクラスト。行くぞ！百獣召喚！獣の剣と魂の剣。キンブレード！力を合わせて平和を守るガオレンジャー。戦士たちの戦いにまだまだ休息の時は来ないのです。この私自ら相手をしてくれる。獣の剣と魂の音が合わさって剣の音色が天空を越えて響くとき、その
孔明アニマルハート。強敵シテンを倒したガオレンジャー、その戦いにまたガオキングも傷ついてしまいました。しかしガオレンジャーの絶望に応えるようにさらなるパワーアニマルたちが集い、筋肉の戦士ガオマッスルストライカーが誕生したのです。我を封印しガオレンジャー、千年の恨み晴らしてくれる。魔獣召喚。
ガオレンジャーの正義の心が恨みに閉ざされたローキの心を解き放ったのです、そして邪気に操られていたローキの正体はガオレンジャー6人目の戦士ガオシルバーだったのです。風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせる時、自然目に物見せてやるぜ。私の名はハイネスデューク・ラセツ。あら、おいしそうじゃない。頭からかじってやる。Yeah!
ハイネスデューク・ラセツを討ち取ったガオレンジャー。しかし最後の戦いが迫る今、自分たちの力の足りなさを感じずにはいられません。もっと力が欲しい、その心に応えたパワーアニマルによりガオイカロスが誕生したのです。ついにオルグの聖地に乗り込んだガオレンジャーたち。あまねくオルグの王、キングオルグとの決着のつく時がやってきたのです。召喚！誕生！ガ
かくしてガオレンジャーの正義の心とそれに応える聖なる獣たちによって邪悪な鬼たちは滅びました。うわー、邪悪な鬼たちは、美しい地球は救われぬ、あなたたちのおかげよガオレンジャー、ありがとう。